つぶりだろ。チーム B やっと女性公演だ。でも私は出ません。出ません。なんかみんな期待してるみたいだけど、3日ぶりか。いないの。ね。なんで？違う時に来てください。今日もすっぴんだよ。お風呂に入ろうと思って。お風呂入ってから配信しようかなと思ったんだけど、ちょっとめんどくさくて、もう配信しようと思った。今月まだ会えるチャンスはあるんじゃん。公演があれば。4月来てください。4月多分3月よりも8公演もやるんじゃないかな。もうね、家から出ないから洋服とかもね買わないからさ、昨日は友達と遊んだんだけど、それ以外家出ない。あ、今日ひだメールね、携帯の調子悪くて送れなかったの。明日送りますね。11日の公園遊びに行きます。待ってます。何して遊んだ。カフェかな。もうひたすら将来のについて話して、もう仲いい友達だったんで、もうスクールカウンセラーみたいな女の子なんだけど、みんなの仕事の話とか私の仕事の話とか、もうコンサート行くとかいう話も、家でね、最近アベマ TV をハマってて、昨日のインスタの投稿めちゃくちゃ好きです。ナチュラルだよね。最近友達にノーマルカメラの方がいいよって言われて、ノーマルカメラで撮って、色だけ加工して載せてる。明るさとか、アベマ TV はね、めちゃめちゃ面白いやつがあって、恋愛番組でシャッフルアイランドっていうやつが面白くて、もうひたすら見てる。そう、知ってる？なんか
2つの島があって、そこに男女が分けられて恋愛をするっていう番組なんだけど、写真がシルエットで、お互いの島のメンバーがシルエットで写真で見れるんだけど、この人をこっちに欲しいってなって一人選んで、こう交代で行くのね。でどんどん恋愛が発展していくみたいな番組で、なんか面白いんだよね。なんかコロコロ気持ち変わる人とかいたり、なんかすごい綺麗な人出てたりとか、なんか今ジム頑張ってるから、それシャフルアイランドって南国リゾートみたいなとこで開催されてるから、すごいモチベ上がる。みんな知らなそう、コメントないから。でも最近それ見たりとか、映画見たりとか、かな。私たち結婚しました2見てほしい。私あれハマらなかったんだよな。なんかあれってさ、絶対台本じゃんっていう。木島明日香さんのやつ、木島明日香さんが可愛くて見てた。名前だけ聞いたことある。あー、トリンドル、トリンドルさんのやつか。あ、2だから木島明日香さんより前のやつか。ひだやちゃんの話し方癒される。そうかな。マイペースだよねマイペースなんだよね。シャフルアイランド見てみてなんかおじさんにはなんか若いかもしれないけど、若い方いたら。あ、そうだ、アベマ登録してあるから、私会員だから見れるんだけど、プレミアムみたいなしてないと1話しか見れないかな。お姉さんなので見てみます。おじさんは私のひたすショールームをひたすら見てくださいそして貢献してくれればいいです。画面が曇ってる。
司会明日の12時までだって。気になってる方来ないと損しますよ。本当に損しますよ。おじさんファン、私のファンの人おじさんそんなにいない。減ったよねおじさん。分かんないけど女の子のが多い、半分くらいいる気がするんだよ今。また追加しようか迷ってる。じゃんじゃん追加しちゃえ。はい、7月29、30は シングル最後のお話し会かな。しかもリアルお話し会で誕生日だから29、30ぜひ。誕生日当日に会えます。でも私一部しかないから、一部しか会えないけど、だからこそ来てください。29、30一部一部なんで、はい、マジでその日は来ないと絶対後悔すると思います。だって7月になって撮れるとかじゃないもんね。お話書いていつ完売させましょう。29日、30、なんかファンが団結してくれると嬉しいよね。うん、初お話し会緊張する。大丈夫、私応援してくれているみんなは友達だと思って接してるから。大丈夫、優しいから大丈夫ですよ。怒らない、私は怒ったら無言になるタイプなんで、コラーとかなんて言うんだろう、口で怒るタイプではなく、私が機嫌悪い時ってよく家族で喧嘩とかする時、もう口喧嘩はせず、もう黙って、何も溜めてる姉なんで。でも7月ってまだまだ先だから、5月6月も撮ってほしいですね。だってさ、追加で撮ってくれるってことは私のこと好きってことじゃん。ってことはさ、全部撮ってくれるじゃん。じゃあ全部撮ってくれなきゃさ、おかしくないっていう話。怒るときなさそうなイメージ。うん、なんか怒る時間無駄じゃないって思っちゃう。なんかムカつくこととか嫌だなと思ったことあっても、それ考える時間がなんかめんどくさいから、うんーって、うんーそうなんだって感じで終わる。前向きなのかな、それ能天気なのかもしれない。千葉テレビの東のショーだっけ、テクテク散歩見たよ、ありがとう。 YouTube に載せ、YouTube に載ってるのでぜひ見てください。
もうさ、メイクしてなくて眉毛、眉毛ないんだ。ここだけない。11日の公演来る人は久々何か公演だよ、頑張んなきゃ。2回公演、外れたの？公園行きます、ありがとう。夜行きます。あ、夜、昼、夜、半々で半々でいそうですね。うん、2公演の合間何してるか気になる。チーム B は基本凪ちゃんと話してるか、8メンバーと話してるか、寝てるか、一人で携帯してるか。ねえ、ほんと17日日田城集結だと思ってたからね。でもそれで泣えないで、そこで泣いたらダメだから、その分を違うところにぶつけていこう。そう、私なんかメイクとかの配信していきたいと思ってるから、あのインスタライブに集合しましょう。また企画するんで、17日は予定あるので出ません。こっそりこっそり出ません。YouTube 私編集できない。もしやるとしたらどんな YouTube 見たいですか？インスタライブ楽しみにしてます、嬉しい。みんなインスタもフォローしてくれてるのかな。たまに私アーカイブ投稿を最近してて、人物じゃない風景画像とかもやっぱインスタに入れたいじゃん、女の子分かると思うけど。から載せてからこうみんなの通知に来るんだよね。でも一回アーカイブに戻して次の日に投稿にすると、リアルタイムの投稿画面に出てこないから、なんか私はそれがしたくていつもすぐアーカイブに戻してんだけど、みんな私のことを通知オンにしてるみたいで、この間言われたの、ひだやなんか通知オンになんだけど投稿から消えてて、また数日後に投稿に入ってんだよねって言ってて、アーカイブのことを知らないファンの人がいて、やっぱ女の子しかやっぱその投稿知らないからさ、そういう機能がある。ファン、普通の男性のファンはなんでって思ってる人いっぱいいるよなっていう。ただ風景画像こうね、インスタのこのプロフィールを見た時にこう可愛いから載せてる感じで、でもかといって全員には投稿画面っていうの、なんていうの、リアルタイムの投稿にはいらないじゃんそれは。そういうことなんですよね。もちろん多分女の子は分かってたよね、
ヒダヤの一日密着とか見てみたい。なんか私私生活謎って言われるから。確かにそういうのもありかもしれない。友達が撮ってみたいな。目舐めてますと。大好きなコンビニ商品紹介。おお。私生活謎。私はメンバーにもあんまり見せないから。仕事は仕事、プライベートプライベートかな。メンバーと遊ぶたりも連絡取ったりするんだけど、あんま家とか泊まらせないどこから見バレ怖いし画像硬いしってていうか結構一人が好きなんだよな。寂しがり屋だけど一人の時間ないと本当終わる。Vlog とかおしゃれ。Vlog 楽しそう。ドライブは。運転の免許あるんだよ。私あるんですよ皆さん知ってましたか。だけどもうペーパードライバーになっちゃったんで練習しないと乗れないですね。家に他人に見しちゃダメな秘密はないけど、なんか私生活をいや見せるのがあんま好きじゃないのかな。だから例えば卒業とかしてグループが違う、一緒のグループじゃなくなったらめっちゃ遊ぶかもしれない。なんか今は仕事仲間っていう感じがしちゃって、もし卒業とかした時はなんかもう逆にもっと仲良くなると思う。うん。今はすっぴんです。一人でこれ映画見てる。もうあれを買ったから 5TV みたいな、YouTube も見れる、 TVer も見れる、 ABEMA も見れる、 Netflix も見れるっていうやつを買ったから、携帯じゃなくて大きい画面で見れるんで、もうずっとひたすら見てて、あそれか、あとジム行ってるね毎日。うん、1時間走30分走って1時間歩いてウォーキングして筋トレを15分くらいやって、お風呂入ってとかしてる。なんか本当に一人が好きなのかな。走るのどのくらいのスピード、なんか10とか11 10、11っていうなんかメーターでやってる。ジムね、私も続かなかったんだけど今回は続いてる。うん、あの4月30までにもう痩せようっていうか、なんかだらしないボディを卒業しようと思うみんなにそんなことないよって言われるんだけど、やっぱ自分であるじゃん、あこれがベストだなみたいな、なんかそれになりたくて頑張ってるよ。だみんな一緒に頑張ろう。そうなんです。4月30まで禁酒してんの。禁酒か。でも私お酒で太ってないんだよな、普通にもう飲まないからさ。全然女性限定公演出演したら勝手に女子会イベント、もう公演
なくても女子会イベントはやりたいよ。お腹絞る、お腹はね、腹筋ローラーをやってるんだけど、腹筋ローラーめっちゃ効くよ。私だって2日くらい前にやったのにまだ痛いもん。あのこういう腹筋とかプランクとかより腹筋ローラーのが割れるし、筋肉つくし、こう硬くなるし、筋肉痛すごいから多分効いてるんだと思う。お酒苦手。私も最近ジュースがいいってなるね。ひだおたのイベントやりたい。やります。腹筋ローラー本当にやばい。私腹筋ある方なのにもう本当に痛いの友達と2人でジム行った時に腹筋ローラーを教えてくれたの。あのねめっちゃ恥ずかしいもん。ガラガラガラって言って、まあ、そのままずーって倒れちゃって、私もうそれでもうこんなだらしない自分は嫌だなと思って頑張んなきゃと思って、4月30のエイトのライブ見届けてから酒一旦解禁します。なんでいいのに、飲んじゃえダメだよね、私がこんな甘々だったら。でもそうだよね、私も頑張ってるからみんなもね頑張るってなってるもんね。じゃあ私も頑張るからみんなのことも応援します。まつげがさ結構伸びた。なんか最近だからメイクを普通にすると顔が濃くなりすぎて、あの薄い方が漏れるな、抜け感が出るなと思って、ファンデーションも下地しか塗ってない。さすがに公演の時は私めっちゃ汗かきだからもう崩れちゃうから、うん、下地、ファンデーション、パウダーはするけど、レイちゃまから相談された、相談というか普通に話してたよ、知ってました。だからなんであやちゃん出ないのってめっちゃその6日私は出なかったんだけど、なんでなんでみたいな、なんで出ないのっていう LINE がめっちゃ来てた。頑張るんだよって言っていた私は。うん。で B メンバーが確かにいな、結構かおりちゃんもだし、めぐみんもるいちゃんも、寂しくなります、うん、でもね、まあ、しょうがないって言ったらあれだけど、みんななんかエイトが休止になっちゃうからっていう切れ目もあるのかもしれないね。ずっと続けてるひだやは偉い偉いでしょうとかじゃないんだよね、なんか続けちゃってるのよ気づいたらね。うん、
続けちゃってるのよね。うん、でもまあいつか人はなんかね、新しいこと挑戦したいって時期が来るから、それはファンの人も理解してあげなきゃいけないとは思うし、左上のファンになったばかりなので続けてほしいです。続けるよ。でもそうだな、例えば私が卒業とかした時もなんかアイドルの私が好きだからやファンやめたじゃなくて、なんか応援してほしいなとは思う。私がさ、最近卒業するメンバーが多いから、なんか私のファンは私が卒業したらどうするんだろうって考えたのね。でなんかアイドルしてる私が一番好きだろうから、あ、やめちゃうファンを、例えば私がこのままね続けるってなっても、なんかアイドルじゃないからやめたってファンいちゃうのかなと思って。逆にアイドルじゃないからこそもう応援してほしいって私は思う。うんね、それがファンだと思う。それでもうやめたってなっちゃったら本当のファンじゃないと私は思う。うん、何してるかじゃなくて、なんかやっていることが好きだからじゃなくて、その人が好きだから応援してるじゃん。だから何やっても応援してあげてほしい。なんか私に限らず、その卒業する8メンバーの子たちとかも、どんな道行ってもそこはファンとして応援続けることが惜しいことだと思います、私は。うん。そうでしょ、多分みんなもいろいろさ推しがいたじゃん、きっと。でもさ応援してるでしょ、アイドルではないかもしれないけど。やばい、充電が、携帯の充電が吹っ切れてる。私ね結構吹っ切れたよね。もう何も作ってることないもん。うん、SNS って素晴らしい場所ね。でも SNS って勘違いされがちだから、数字で決められたりするのが私はすごく嫌で、なんかフォロワー多いからとか、なんかその数が多いからっていうのがすごい嫌で、なんか少なくてもその人の一人の思いがどれだけ強いかだと思ってるから、愛があるかだと思ってるから、そうだから数字で決められるのが私はすごい嫌いなんだよね。なんか10年間こう SNS とかやってて、 SNS すごく嫌い嫌いだったんだけど、嫌いだからこそやっぱ分析することがあって、そういうことを感じた。なんていうの、狭く深くっていうのかな、狭深で。量より質、量より質、愛だね、愛だね。インスタ美しいなと思って見てます。苦手とは思えない、嬉しいね、そうやって言ってくれるの嬉しいよね。うん、私のファンは静かだけど、男性のファンの方はすごい静かなんだけど、女の子は結構キャピキャピしてる子が多い気がするな。ひだあやのプラメ撮り始めました。
何嬉しい。でも今日携帯のなんか送れなくて、送ってないんで明日送る。今日がなんかね送信できなくて。私のファンの男性のファンの方はすごいマメだから、あのいろいろさ私のグッズを制作してくれたりとかしてプレゼントしてくれるんだけど、かそういうのも自慢だし友達に見せたりしてるし、逆に女の子はなんかやっぱり美容とかさファッション好きな子がいっぱいいてさ、あの女の子かわいいとか思ったら私のうちわとかを持ってたりして、最近そういうのが多いのね。私もあそういうかわいい女の子がファンでいて味方がたくさんいるなと思って、私もだから美容とかいろいろおこたわることができないなと思って、まあ、ジムとかも行ってもう常にやっぱまあなんか憧れられる存在じゃないけど、こう綺麗でなんかそれを語れなきゃダメだなと思ってなんかジム契約したんだ。飽き性なんだけどね。友達にヒダイヤを紹介したら女子アナさんみたい。女子アナさんはありがたいですけど本当に喋るとおバカなんで。頭良かったらやりたかったな。喋りがねトンチンカンなので見てわかる通りマイペースだし、お天気ぐらいならできるか。左屋の筋トレのメニュー、私は結構 YouTube であの家でするタクトレは YouTube ので出てくるやつとかを見たりとか、あとジムは名前忘れちゃったんだけど、私は上半身は鍛えてなくて下半身を結構鍛えてるようにしてるかな。足とかお尻とか上半身は割と好きなんだよ自分は。あなんか肩のラインとかそこは肉はつかないんだけども、足とかにお尻についちゃうから。あとランニングよりウォーキングのが足に負担なくていいみたい。早歩きがいいみたいですよ。この足細いモデルさんとかは早歩きしてるんだってモデルの友達が言ってた。でもウォーキングだと1時間ぐらいした方がよくて、まあランニングは30分ぐらいなんだけど、私長いのすっごい飽きちゃうからもう走った方がいいんだよね。もうきついけど30分の方が私は好き。長くて1時間歩くよりきついけど30分の方がいいからもう走っちゃうんだけど、しかも走った方が爽快感があるからなんかそっちの方がいいなって思う。ウォーキング傾斜はつけてない。もうつけると足に負担かかっちゃうから。あと自転車こぐやつも結構足細くなるみたいなやってる、たまにジムで。そう、なんか結構喋っちゃった。劇場公演何カロリー消費してんだろあれ。どうですかね皆さんは、言い残したことないですかね。言い残したこと
2公演私はもう最近はしんどいです。うん楽しいんだけど体結構しんどいよ。あのパーティー公演を8の初期の頃のパーティーやってた時3公演やってたんだからね。おやつって何、おやつ公演って何って感じだよ。でもみんなの顔を見ると、ファン、自分のファンの顔を見ると、あのもうそんなことも忘れちゃうくらい元気に頑張れる。あの1公演と2公演の間が一番辛い。あ、なんかもう結構長いんだよね、2時間半くらいあるから、あ眠みたいな、この時間嫌だ、もう早く終わらせたいよっていう、この合間がすごく嫌になっちゃう。ということで、読みますね。1位カモちゃん、2位キャプテンアクア、3位ピアノマンさん、4位かっちゃん、5位山夏さん、6位ピータさん、7位つかさちゃん、8位のぶさん、9位ハッシーさん、10位なはんはんさん、11位ハーマンさん、12位ラブイチゴちゃん、13位ベルさんです。ありがとう、下の方の方もありがとうございます。はい、ということでお話し会は明日の12時までなので、みんな7月29、30は多めに、そして5月、6月も絶対来てくださいということで、まったり配信見てくれてありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。